さあさあ、じゃあではでは続いてこちら行ってみましょう。よいしょと、SM プレイといえば縛りプレイや目隠しプレイなど様々ありますが、皆さんがお好きな SM プレイは何ですか、また苦手な SM プレイはありますかということで、まあ、これはね自分が実際やるじゃなくても、あの読むとき、あの作品を読むときでもいいんですが、じゃあ、まあ、ともえ様からやっぱ行きますか。ともえ様好きな SM プレイとは、私好きな SM プレイ、難しいんだけど、要は私って本当にその S っていうか M の人が、はいはい、あのそうなんだろうな、いじめられて興奮してる、うん、その性的興奮してる姿に興奮しちゃうから、あでも S の人はそうだから、あの何でもなのよ、はいはいはい、そう何このプレイが特にってないんだけど、うん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 、そうだな、もう難しい。基本的にはね、その S の人って M の人が喜ぶことをやってあげるものがその SM のね真骨頂というか、だから、うん、そう考えると確かにね、うん、S の人がパッとこれがめっちゃ好きみたいな、これやってあげたいというよりはその M の人がやってほしいことやってあげたいっていう感じだよね。あ、うん、それともなんかちょっと違う気もしない、うん、まあまあでもそうかもしれない。なんだろうな、なんかお気に入りのものある？その瞬間を楽しんでるな、なるほどな、そうだな、まあ、僕だったら結構ね、あの首締めとか腹パンとか好きなんですけども、そうね、うん、まあ、分かりやすいところで言うとね、そのあたりとか好きなんだけど、まあ、実際にされるのが、していただけます、うん、あれ特等だな、全然ね、あのちゃんとソーシャルディスタンスにあの気を使いね、あのちゃんとアルコール消毒の上ぜひあの締めていただきたいんですけども、なんでわらわがたばきのためにそんな労力をそこが S なんだってみごつ様、みごつ様、うん、無自覚 S ですね。いやだよね、絶対そうだよね、うん、うんうん、なかなかに、この中にあの締めていただける方、あの挙手制で構わないんですけど誰か、はい、ということでですね、じゃあね、好きかな、はい、ショコ先生どんなプレイが好きですか。ちょこ恥ずかしがってる姿見るのが好きやから、うん、そう相手があの照れて恥ずかしがってる反応してくれたらなんかすごく嬉しいなって思っちゃうタイプ。照れて恥ずかしがりますよチョコ先生、あ、本当に、うん、あちょっと市場は持ち込まないでもらっていいですか。あ、はい、でもなんかタマツ様はね恥ずかしがってないんだよね。そうなの、わかる、わかる、いやそう、なんか本当に恥ずかしがって顔真っ赤にして、あ、恥ずかしいっていう反応を求めてる。タマツ様はもっとやってくれみたいな感じから違うよね。確かにね、あの僕もう生き様が全て恥みたいなところあるんで、恥ずかしいことがあまりないというね、悲しいさがを背負っているんですが、そうね、あ、それも貴重ネームだけどね。どっちもいいけど。さあ、みこと様、何か気になるプレイみたいなものあります？気になるプレイか、うん、なんか、わらわは、なんかずっと言ってるけど、うん、周知がね、わらわの一番の性癖なの。やっぱりみんなそこにたどり着くんだ。チョコ先生もね、周知だもんね、それ、結局は。恥ずかしめは実際あるかもしれない。ねえ。なるほど。実際にしたことあるのは目隠しと縛りぐらいだけど。それはどこに行くとしていただける感じです？鈴鹿歌子になれば。あ、歌子？おー、そうだ、羨ましい、歌子。ASMR ルドで、そうですね。はいはい、やってたな、うんうんうん、わざわざ、歌子のためにわらわ赤い縄買ったしね。マジで？そうなんですか？え、そうだよ。いい、歌子のために赤い縄買って、歌子を赤い縄で縛ってて、あれ。歌みこてて、いいなぁ。食べぇ。いいなぁ。なるほど。歌子さん、いいなぁ。はい、いや、でもそれ聞けますよね。うん、配信できる、うん、そう、ありますよね。いやそうだけどね、やっぱり聞けば聞くほどやってほしいですよね、自分もやっぱりね、羨ましいなって思いながらね。あ、みこと様で聞きたいですね、みこと様で。確かに、うん、確かに、みことくんじゃったからね、あの時に。ああ、確かに。みことくんもすごいいいんですけど、セリティもぶっ刺さりなんですけど、どっちでもやっぱ聞いてみたいですね。そう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 。確かに。そっか、じゃあまあ、二人ともね、やっぱり周知系がいいよねって話になったんですけど、ともえさん、やっぱりそこは分かります？いや、めちゃくちゃわかります、それは。やっぱり恥ずかしがってるっていうとこ大事なんだ。うん。誰もやってくんないのは、それがやっぱ原因？恥ずかしがらないのが原因ですか？いや、でもなんか、うん、いや、恥ずかしがっても認めてほしい。なんだ、恥ずかしがっても、やってくれるのも好きですけどね。その、はいはいはい、はい。おずおずと。でも、玉木さんってどうなの？逆に、なんかじゃあ、例えば、なんかじゃあ、なんかし、
なんか恥ずかしめいたことを命令したときに、はい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 、どうします？一応恥ずかしがるんですか？いやもう大の字になって来いよって感じなんで。ですよね。なんか来いよって。これダメそうな。これダメ。なんかおおってなりますよ。あ、やっぱりなんかこう可愛らしいというかけなげな感じが必要な。反応が欲しい。なるほどな。泣いちゃったもん。だからやっぱり大の字で来いよはダメなんだね。たまきはさ、何も本当に恥ずかしくないの？恥ずかしい。わらわがさ、二人、うん、わらわと二人きりの時にさ、今すぐパンツ脱いでって言っても恥ずかしくない？うんうんうん、いやもう、あ、わかりました。もう感謝みたいな感じです。感謝。感謝の脱衣ですけど。感謝の脱衣されたらわらわちょっと嫌だな。なんで受け止めてよ、僕の感謝の脱衣。多分わらわ脱いでる間に帰るもん。なんだよ。メールしておいて帰る。待ってよ、その数秒間だけ待って。あと3秒で脱げるから。そこなんだ。なるほど。まあ、秋さんもそこなんだ。苦手な SM プレイっていうことですけど、なんか苦手なジャンルってありますか？まあ大の字で恋は皆さん嫌みたいですけど、どうやら。なんか痛い系は好きじゃないかも。うん、あーでも僕もちょっと、うん、血とかが出るのはちょっとなって思っちゃう。黒い系はなっちゃうから。確かに。うん、まあなんか体怪我しちゃうものとかね、まあ、ムチとかちょっと一旦置いといて。あ、まあね、まあ、結構そのロウソク私あんまり嫌なんですよね。あ、そうなんだ。なんかやっぱ火傷とか。あー、まあ確かに。うーん。なんかその縛りとかは、うんうんうん、ムチとかは、うんうん、まあムチも加減によりますけど、でも加減でできるじゃないですか。はいはい、はい、縛り方もちゃんとあの学んでれば大丈夫ですよ。そうだね、ちゃんとした縛り方だと後つかないから。そうけどどうしても火っていうのはやはり何が起こるかわからない部分がある。こっちがどんなに気をつけてても、ね、確かに。実際でも SM プレイ用のろうそくは低温なんだよね。あ、そうだね。オールスタイは安全なものではあるんだけども、うん、そう、なんかその結局 SM プレイとかってその安全が確保されてる状態じゃないとその楽しめるものではないから、うん、で怪我とかしちゃうのはあかんよね。うん、なるほどな。わらわもなんかフィストとかまでになっちゃうとやだな。あー、あー、フィストタックはそうだね、ちょっとかわいそうになっちゃうかな、うん、そこまで来ちゃうと、うん、そうですね、SM かわいそうになったらね、ちょっと違うんですよね。そうだね、かわいそうって感情が生まれた時点で多分もう SM じゃなくなってきてんだろうな、うん、かわいそうなのは抜けない、うん、ね、そうだよね、リョナになっちゃうのかな、そうするとまた、うん、別ジャンルだよね。まあ、M がね、たとえ喜んでで、うんうんうん、まあ、そこに興奮するんだったら成立はしてると思うんですよ、S側も。あ、そうだね、お互い幸せだったら。そう、どっちかがもうちょっと行き過ぎなった瞬間、もうそれは確かにな、それは SM ではない。うん、あかんね、リョナになっちゃうね。リョナ拷問になっちゃうからね。そこのやっぱ駆け引き線引き話し合いはめちゃくちゃ大事ですよね。確かに、確かに信頼関係だからね、SM は。なるほどなるほど。ではでは続いてこちら行ってみましょう。よいしょ、